ヤゴも、ヤゴ滅びんじゃないからさ。なんでヤゴもなの。谷郷さんは社長なんでね。そして次のホロメンはこちらです。ラリーが大好きな牛乳をくれるこの先輩ダン、ノエル先輩です。ノエル先輩の短冊はノエスタにホロメン全員連れ込む。これさ、ほら、ASMR とかのさ、コラボをやってるじゃん。これの、要は、ホロメン全員分みたいなと、ラミーはね、思っております。でもさ、なんか結構やっぱノエル先輩のお家ってすごく、なんていうか、こう、結構こう、気軽じゃないけど、すごいね、おいでおいでって言ってくれるんだよ。そう、ノエル先輩がお泊まりおいでおいでって。そう。だからね、なんかこう、居心地の良さもすごいからさ、結構ホロメン、みんなそのうち行くんじゃないかなって、そう、ルミーはね、思っております。そう、大きい、すんごいテレビが大きいの。こう、リビングに入ると、ほな、壁みたいなテレビがあるんだよ。ほんと壁みたいなやつ。そこね、なんかホロメンのね、その、配信とかを流したり、歌ってみたを流したりとかしてるんだけど、そう、すごいね、なんかこう、お風呂とかも、な、綺麗だし、そう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 、お家がね、すごい綺麗なんだよ。なんかそう、面倒見がいいっていうか、前にも言ったけど、お風呂上がりに、お茶とかを出してきてくれるんだよ。そう。みーちゃん飲みなーって言って。めちゃめちゃね、すごく居心地のいい。とんでもなく居心地のいい、ノエスタなんでね。あとね、やっぱりその、今はなかなか難しいけど、やっぱりこうさ、何人かでさ、オフコラボとかしたいなぁと、思ってます。ノエル先輩んちで。ちょっとね、ラミーの家は、やっぱね、コラボするにはね、防衛数が 1.5 畳だからさ、もう誰も入らないからさ、入って1人。なのでね、ぜひ、ノエスタで、そう、オフコラボでさせてもらえればいいなぁと、思っております。ラミンちゃん入らないからさ、そのうち引っ越したらね、そう、引っ越そうと思ってるからさ、その時はね、ラミンのお家にも、ホルメを呼んで、オフコラボができたらいいなぁと思っております。次の短冊は、